これからはご家庭の電気使用量のデータを分析してメールなどでお知らせするサービスも考えています。例えば遠方で一人暮らしのご家族の家の電気使用量をお知らせ。おじいちゃん大丈夫かな。例えば共働きのご家庭の子供部屋の電気使用量をお知らせ。ただいま。あ、帰ってきたわ。こんな見守りサービスのご提供です。確かにこれなら安心ね。